西東京ラーメンクラブ。どうでした？西東京ラーメンクラブ杉です。ということで、いつもと同様でラーメン二郎全然シェアをやっていくんですけども、本日こちらに来ております。じゃじゃん。本日は一ノ江駅に来ております。都営新宿線のね駅でございます。でもうすぐそこはもう千葉県に行ってね、結構東京のかなり東の方の場所なんですけども、本日一ノ江ということでラーメン二郎の環七一ノ江店さんにお邪魔するんですけども、環七一ノ江店さんは8ヶ月ぐらい前に僕一回行ったことありまして、今回ね久々に行くんですけども、いや前回ね全店制覇とか関係なしにその環七一ノ江店さんを訪れた時はね、まあ、もちろんめちゃめちゃうまかったんですけど、詳しいね店舗ごとの情報っていうのはあんまりね調べたりしてなかったんで、正直今の方がね多分美味しさをより分かると思うんですよ。ってことでこの全店制覇8店舗目環七一ノ江店さん行きたいと思います。ここで環七一ノ江店さんのねお話をいくつかしますと、まあ、環七一ノ江店さんは非常にね初心者向けのラーメン二郎だと思うんですよ。っていうのもボリュームが他のラーメン二郎に比べて控えめ、さらに味もね中山駅前店みたいにめちゃめちゃねバランスが取れてて、そのラーメン二郎をね食べたことない人がやっぱり一番最初にねこの環七一ノ江店さんに行くと美味しさも分かりで、ボリュームもまあそこまで多くないので初心者におすすめのラーメン二郎って言われてる場所でございます。で先ほども言った通りね中山駅前店に結構似てるっていう風にねいろんなところで言われたりしてて、ジロリアンからもね評価が非常に高いお店でございます。ということでね駅からねそんな歩かないので今から環七通り沿いをね歩いて向かいたいと思います。レッツゴー。環七通りをね歩いてるんですけども、最近ちょっと感染症対策でお店をねテイクアウトのみの営業にしてたんですけども、6月の22日にね店内営業も再開しまして、それでね本日6月23日で営業再開2日目なんですよ。だからって結構ね混んでる気がするんですけどね、ちょっとねとりあえず行ってみましょう。はい、ということで一ノ江店の近くの歩道橋のところまでね来てるんですけども、見ての通り行列がこっちまでね、あんま映ってませんけど、この歩道橋の反対側の下までね続いております。ということでまあ、ここまで来たんで、おそらくねちょっと1時間半ぐらい並ぶかもしれないんですけども、並びに行きましょう。西東京ラーメンクラブ。はい、ということでラーメン二郎環七一ノ江店さんにやってきてるんですけども、基本情報はこんな感じでございます。水曜日が定休日なのと祝日がね若干変則的なので注意してください。でね、土曜日と日曜日は朝の10時から営業しておりまして、朝二郎がねできる数少ないラーメン二郎でもございます。でかなりね感染症対策をしっかりされておりまして、マスクなしでね入店と並ぶことが禁止されていて、忘れた場合はね50円で1枚譲ってもらえるそうです。で卓上はこんな感じでございます、まあ、ホワイトペッパーと唐辛子類とあとブラックペッパーが置いてあります。でメニューはこんな感じです。小とね大のラーメンの豚2枚5枚ダブルで、味付き卵と生卵で、そして汁なしがね頼めます。でまたね汁なしのみねトッピングのコールで魚粉がね頼めるのでね、ぜひね汁なしを頼んだ場合はそちらもね挑戦してみてはいかがでしょうか。で店内はね年配の方とか女性の方とかもねちらほらいて、普段ね最近行ってたラーメン二郎とはねちょっと違う雰囲気があってね、そこもね面白いポイントでございました。でコールです。ニンニクでお願いします。はい、コールはねニンニクで、結構早くて5分ほどで着丼でございます。はい、見た目はこんな感じでございます。感染症対策で割り箸がねこのタイミングで同時に提供されました。で野菜はノーコールなのでかなり標高が低めなんですけども、スープから優しい豚とねあと醤油の香りが香ってきて非常に食欲をそそります。でまずスープから飲んでみるんですけども、スープは非乳化寄りの微乳化でして、なんていうのかなエッジが効いていて油の甘みとかもねめちゃめちゃ出てて最高に美味しいスープです。で野菜は若干くたよりで、キャベツがねこの時結構比率が多くて、もやしとキャベツがねこの時は6対4ぐらいの比率でした。でお待ちかねの麺なんですけども、二郎標準よりはまあ少し細めで若干ウェーブがねかかっているんですけども、茹で加減がデロ気味でねもっちり食感でめちゃめちゃに麺も美味しくて食べ応えがあります。やっぱ二郎の麺は本当に食べてて楽しいです。で豚は小ぶりで脂身少なめでね噛みしめるタイプといいますか、肉感が抜群でね非常に食べ応えがこちらもあります。ただね一ノ江の二郎の豚はね結構当たり外れが激しいらしくて、まあそれをね
運試しにね、使ってみたんでどうでしょうか。はい、でその後もねホワイトペッパーとかで味変したりしてるとね、結構すぐにやっぱ麺とか野菜はなくなってしまうぐらい控えめなね麺量でございまして、本当に女性とか年配の方にもやっぱり改めておすすめの一杯だなっていうのを実感しました。はい、こんな感じで完食です。めちゃめちゃに美味しい一杯でございました。また来たいです。ごちそうさまでした。はい、ということでラーメン二郎のパンダナイチナイチンさんで、ね、できたんですけども、非常にねやっぱりね安定してて癖になる一杯でございました。でやっぱね神奈川一内店さんはさっき言った通りで結構ね初心者におすすめの二郎ってことで、女性とかねあとあるいはそのラーメン二郎に行ったことないであろうみたいなね人もやっぱり並んでてね、縦に比べて結構ね幅広いね人たちがね来るラーメン二郎なんだなと思いました。まあねそれに麺もスープもね非常にクオリティが高くて、やっぱりね何度でも行きたいラーメン二郎のお店の一つでございます。はい、ということでね8店舗目神奈川一内店さんねクリアということで、続いてね9店舗目ですので、今月なんだかんだもう8店舗クリアしてますから、ペースはねなかなかいい方なんじゃないでしょうか。こんな感じでねもう今年度中にはね、いや今年中にはね全店制覇ね頑張って達成したいと思いますので、応援の方もねよろしくお願いします。ということでね、こんな感じでいろんなラーメンが企画を紹介していきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をねよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。